主義風勝手に応援チャンネル、当初はい、というわけで今回は、はい、岐阜の皆さんからいただいた差し入れをガンガン見ていこう。ありがとうございます。まあ実際ね、これが全部じゃないんですけどね。そう、はい、そうそうそう、まあ、食べきれなかった分あっちで、はい、消費しないといけないものもあったんで、はい、それはもう、うん、ありがたく消費させていただきました、ね、車の中でいただきましたけど、はい、まあこれは持ち帰ってきた分ですね。そうですね、はい、からさ行こうか。行きます。はい、前節負けていたら、はい、これが私の罰になっていたと消費されていましたからね。はい、スリラチャソースですね。そうですね、はい、一番いい結果だったかもしれない。負けてたら、うん、まあ私はこれで あなたは昆虫です。そう、昆虫食でした。いやだからこれが使われないことを祈ってくっ、そう、勝ち引き分けでね、うん、我々の罰が回避されたと。そうそうそうで、2杯分は一応ストックあるということでまあやっぱり面白いもんでね、みんな考えることは一緒と。そう2名から1本ずついただきましたからね。はい、1本普通に金子の料理動画で使ってもいいけど。いやそれないんだよ俺の料理動画ってジャンルはいや負けたら生配信のなんで罰になってんの俺の料理が。首から下の生配信のないよ俺のバストに誰も興味が。おっぱいだけ強調したやついらねえんだろ俺がチューブトップでやってるやつ誰が興味あんねんそれ。その時にスリラチャって言ってもらう。まあでもスリラチャもね、いずれまあ起きてほしくないですけど出てくる機会があるかもしれません。はい、ということで、じゃあすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあこちらですかね。はい、椎茸スナック。これなんかへなり道の駅の、はいはい、平成って書いてへなりと。すごいよ。うん、なんか俺も調べたんですけど、うん、平成になった時にちょっと話題になったとこらしいんですよ。ここから平成を取った可能性もあるよ。へなり先こっち、うん、へなりスタートで、へなりスタートの小渕さん平成の可能性も。そしたらセントされてもおかしくないレベルだけど。あとなんか令和になる時に、うん、なんか、平成の空気みたいな売ってたじゃないですか。あー、そこ売ったのが、あ、そうなんだ。へえ。へえ。じゃあちょっと3年ぐらい前に話題になったような、詐欺まがいたちょっと話題になってるんですよねそんな動画残せるかお前詐欺とかじゃない、へなりの空気なんですかそれは。いやまあまあだからね、お酒に合うんでしょうね。そうだ、これを食べつつお酒のつもりとして配信してくださいということで、はい、いただいたんで、ありがとうございます、はい、わさび味と醤油味ですね。はいはい、あとこちらですね。はいはい、光琳というお酒ですね。光琳、なんか新酒が出たって渡してもらった。へえ、だ日本酒、光琳ラブね、光琳ラブみたいに言われてそれと白川郷の濁り酒。濁り酒いいですね。もう祝杯のために飲んで、もうね混ぜとこ、それは混ぜときましょう。だ今日ちょうど長野戦で勝ったんで、はい、これをこの後に祝杯したいと思います、はいはい、というわけでどんどん紹介していきましょう。はい、続いてはこちら、スガキヤラーメンですね。はい、まあ、我々もね存在は知ってますよ。はい、スガキヤというチェーン店ですよね。そうですね、の出してるラーメン。スガキヤってあれだよね、スプーンが有名なやつじゃない。あ、そうなんですか。フォークスプーンみたいな。あ、そうなんだ。へー、調べてみ、先割れスプーン的な。あ、そう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 、なんかうん、フォークみたいなスプーン、先割れスプーンのもうちょっとフォーク寄りのやつ。へえ、先割れスプーンこれです。あ、そう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 。え、こんなのあんの。そう、へえ、使いづらそういやね、わかんない、それ使ったらもしかしたらこれなんだってなるかもしれないし。でちょっと有名なスガキヤラーメンですよね。はあ、まあ、なのでこれもね、後にちょっと食べましょう。はい、はい、そうですね。はい、あと何よりこちらですよ。はい、来ました。はい、来ました、セクシーギフマンの、応援のど飴。ありがとう本当ありがとうね。ねえ、なんか作れるらしいんですよ。あ、好みの写真で、はいはい、うん、はい、でその写真を使って僕らにもこんなね可愛いサポーターがついてるわけですよ。ねえ、将来なりたいものはジャニーズ。はい、海星くんですね。はい、あとまあ弟のゆうせいくんと、ゆうせいくんとは前回会えなかったんですけどもね、次回は会いたいですね。そうだね、はい、インスタも、見ておりますんできっとね、大きくなった時にはね僕らのことは全く覚えてないと思います、うん、多分もう完全に知らない人として扱われるでしょう、はい、ただお兄ちゃんの方はね、うん、
ギフマンの方は多分覚えててくれると覚えてくれるかな覚えててくれるよいやそうなってほしいな、うん、汚れないでこのまま育ってってほしいそう汚れないでこのまま育ってってほしいだからあんまりこのチャンネルに影響されないでほしいこんな汚れ切ったチャンネルにそうだね、うん、あのこのチャンネルは中学校1年生ぐらいで卒業してほしいそこから触れないで30超えたらまた見てほしいそういやなんでねちょっとこちら本当にあのありがたかったんで、はい、紹介したいなっていう感じです、ね、ありがとうございますありがとうございます本当にあとインスタ見てたらねあのこのスガキアラメも一緒にいただいたんですけども、はい、あのこれね海星くんのお昼ご飯だったらしいですあそうだそうでこれも一緒にいただいたんですそうだいっぱい終っちゃったんですよなんでね、まあ、もしまた会ったらねあの僕のことよろしくお願いします、 しますはいさあそれとこちらでございますダランみっちゃんのサイン入りですねはいはいなんか別にそういうんじゃなかったんですけどなんか渡せるもんねえかなっつってガサガサ探してくれて、はい、もし別にいいそんなね申し訳ないですよ本当にいやそうなんですよありがたいですよでここで出てきたのもみっちゃんっていうのも何かの縁だと、うん我らのね、炎の男みっちゃんですよ炎の男みっちゃん、唯一の D 評価とA、B、C、D 評価いろんな方がね、C 評価、B 評価、A 評価といただく中みっちゃんだけが D 評価と失礼な話ですよ、本当に、改めて最後にやるもっかいあの、前回の評価を、はい、シーズン終わりでもう一回評価してみるあー、でもなんかそのまたもう一回評価の動画撮るときにやりますかその時やりましょう、うん、はい、その時にまたみっちゃんにね、はい、改めて、謝罪させていただく形になると、はい、まあ正直私はね、みっちゃんが加入した時点でみっちゃんがスタメンになるとは予想してなかったんで、はい、はい、まあ今となまあそれこそパウロン選手がいたんでああそっかはいあのチート級のね、うん、身体能力がまあまあスタメンとして定着するのかなと予想してたでも見事にいい意味で裏切ってくれてますよやたら声高ですね、ええ、書き消すかのように今じゃ大好きなとこですよ何回でも流すからね前回動画はじゃーんいやでも本当感謝を込めてね、はい、これからお前の神棚飾ってくださいお前に神棚あるかどうか知らないけどいやもうそれは今日あのちゃんとここのねハウススタジオここ住んでますから人がスタジオじゃないんですよね飾っておきますんではいでねこちら最後に岐阜、はい、の美少女図鑑もいただきましたんでねはいありがとうございます、はい、もうすごいよねトイプロ G メンバーがこんなボリューム満載でさやっぱ話したんだけどさ岐阜って美人多いよねっていういやそうねうわこれ見ておおちょっとその見方やめてそのリアクション違うからそういったおお前これもうそういったことは書いてああもうがっつりトリプル G ですああもうがっつりトリプル G ですわもういやだ本当に美人揃いなんでねいや本当は皆さんにこうやってパッと見せたいんだけどそこはね ABEX との訴訟問題になったら我々勝てないんだまあなかなかねだからもうテイクフリーなんですよねこちらねああそうなんですねみたいです後ろに書いてあるんであそうなんだなんであの見かけた際はねこちらみんなね、はい、いやトリプル G の子たちがさ俺らを知ってたっていうのがさ売れたあれびっくりだよねびっくり見ましたマジで本当嬉しかったわYouTube 見たっつんだぜ、ね、見てんのよどこ見られたかによるけどねいやそれもがっつり見られたでしょ金子が個人情報を追ってるっていう会話最悪だよねそうなった場合マジでもうちょっと真面目にやっときゃよかったなといやもうそういうことですよいつどこで誰が見てるかわからないけど気合い入れてこれからもやっていかなきゃいけないですよ、うん、ただあなたの中ではあの時トリプル G の子たちは優しいからあーって金子豊弘さんってやってくれる金子豊弘も違うんだけどね金子豊だからね、はい、だけどやってくれたけどあの時あの子たちの中ではお前は間違いなくあー気持ち悪いこのおじさんでもやっとかなきゃっていうそうあーって大丈夫帰りとか気をつけていいなーって言われて襲われるかもしれないぞとより個人情報追求されるかもしれないよその恐怖と戦ってたと思ういやもうこれからクリーンにね僕もやっていきますよあなたはもう訴訟されないようなそうですね、はい、行動をしてくださいはいちょっといろんな人に見られてるんだぞとはい、はい、あの女性にも子供にも見られてるんだぞっていうのを、はい、心に刻んであなた間違ってもプロフィールのこと個人情報って二度と言わないでください以後気をつけていきますはいじゃあこんな感じでね、はい、皆さん本当に温かいご支援ありがとうございました。はい、はい、ではこれからもね応援していきますんで、一緒に応援していきましょう。はい、はい、以上 FC 岐阜勝手に応援者でした。どうもありがとうございました。